おかえり二宮こずえです。今日は GU で購入したこちらのスウェットトップスを使った冬の大人カジュアルスタイルをご紹介していきたいと思います。私はもともとスウェット大好きなんだけど、40代ともなってくると今まで気軽に着られていたカジュアルスタイルがしっくりこなくなるとか、パジャマ感がつきまとうとか、割と鬼門アイテムだと思うんですよね。そんなスウェットトップスを41歳二宮ならこんな風に着るよ、皆さんもいかがということで、今回は7パターンのスタイリングをご紹介していきたいと思います。それでは行ってみましょうか。まずは今日すべてのコーデに着回すこちら、主役のスウェットからご紹介していきたいと思います。ヘビーウェイトビッグスウェットプルオーバー、ユニセックスのサイズ展開で私は S サイズを選びました。153cm、 40kg の私が S サイズを着てこんな感じのサイズ感、丈感です。 S サイズで身幅が 55cm、 着丈も 67cm ありますので、まさに今っぽいゆるっと感で着られるアイテムです。これね、店舗で L サイズとかも試着してみたんですよ。でもね、商品名にビッグスウェットって付いている通り、そもそもが少しオーバーサイズのシルエットサイジングなので、これ以上大きくしてしまうと私にはちょっと着こなせず S サイズを選びました。しっかり裏肝になっているので、1年で一番寒いこの時期にありがたい。なんとお値段1990円よ。なのにこのリブとか見てよ、しっかり長めに取られてるところがめっちゃ高ポイント。密度もしっかりしたリブだし、これね、普通に思うかもしれないけど、プチプラでこういうディテールにこだわってるのって結構難しいんですよ。そしてもう一つのポイントはここね、ここ脇リブが入っている。これスウェット好きな人なら絶対通ってきてるであろう、チャンピオン社のリバースウィーブでおなじみの脇リブ。これね、何のために入ってるかというと、横縮みを防いでくれるだけじゃなく、動きやすいっていう特徴もあるんです。このお値段でここまで本格仕様って他では買えない。このアイテムカラー展開が8色あるんです。このグレーを選んだのには実は理由がありまして、グレーが一番ザ・スウェット、ザ・パジャマ、ザ・部屋着になる。しかも今着ている感じのただデニムと合わせましたっていうこのスタイリングね、このままでおしゃれに見せられたら最高なんですけど、なかなかそうはいかないような理由です。私は昔から大好きなカラーなんだけど、さっきも話した通りスウェット自体が大人世代にはなかなか難しくなってくる中、さらに家着感満載なカラーになってくると余計にハードル高くなっちゃって、おしゃれに落とし込むのって難しくないって思っちゃうんだよね。それならばあえて一番難しそうなカラーでトライしてみようってことで、今年もチャレンジャー二宮頑張ります。まず1コーデ目はこちら、小花柄のワンピースをインナーとして合わせてみました。足元にはロングブーツを合わせています。このワンピースは去年の最大チャレンジ企画だった気がしますが、 SHEIN 購入品の動画でご紹介したアイテム、あれからね、実はこれ結構気に入ってきているの。もう売ってないとは思いますが、このワンピの詳細が気になる方はこちらの動画からご覧ください。もういきなりここで大人世代がスウェットを着こなす上での極意、割と二宮の個人的な極意なので参考になるかは個人差ありです、一つ目を発表しちゃいたいと思います。超ドカジュアルなスウェットには、真逆なイメージのアイテムとコーディネートせよ。そんなの誰も分かるようなこと言いやがってって思ってるでしょ。でもね、やっぱこれ大事なんです。カジュアルなだけじゃなく、メンズライクな印象も強いのがスウェットの特徴。その真逆、対照的なレディーライクな印象のアイテムと合わせることで足して2で割るってやつですね。中和させてくれるのがいい。小花柄の可愛らしい雰囲気、シルエットもしっかりフレア、薄手で落ち感のある生地感、まさにスウェットの武骨な雰囲気と正反対なアイテム。ぴったりくるワンピースを見つけるのって難しいかもしれないけど、首元のチラ見せ、袖口のチラ見せ、こういうところって結構重要で、これをちょっと全部隠してみるね。わかるかな？これだけでやぼったさがちょっと増すんだよね。とはいえ、同じワンピを皆さんが持ってるわけじゃないので、例えば襟付きのもので柄をチラ見せさせるとか、そんな感じでバランスを見ながらレイヤードすることをおすすめします。そして足元はロングブーツを合わせています。ワンピは下半身もゆったりシルエットなので、ロングブーツにタイツ類とかでしっかり寒さ対策もできます。もちろんスニーカーでも大丈夫なんだけどね、このあたりはお好みのバランス感かなと思います。これにコートを合わせるなら、年末に購入したばかりのロングピーコートも合わせます。カラーはブラックです。前を全部閉めちゃうとスウェット見えなくなっちゃうけど、私ならこんな感じで合わせますよっていうご紹介でした。お次はボトムスにジョガーパンツを合わせてみました。ジョガーパンツはもう一昨年になりますね、ユアーズさんとのコラボで作らせていただいたアイテムなんですが、今も定番アイテムとしてご購入いただけるようなので、気になる方は概要欄からチェックしてみてください。
ポリエステルとポリウレタンの混合素材、裏地はついていないものなので真冬に1枚で履くにはちょっと寒さを考えると心もとないんですが、シルエットの合わせ方としてご紹介したくてこれをチョイスしました。パンツ自体裾が絞ってあるタイプですが、その絞り部分をショートブーツに忍ばせて履いています。そしてスウェットのインナーとしてボーダーカットソーを合わせて裾と袖口のチラ見せをポイントにしています。ただ首周りがね、このカットソーとの組み合わせだとチラ見せもできないので、ここにポイントとしてスカーフを巻いちゃいます。こちらのボーダーのブルーに合わせて淡めなネイビーカラーが綺麗なこちらマニプリのスカーフ、これはもう何年も愛用しているもの。お手持ちのスカーフでお好きなカラーと合わせていただければいいかなと思います。スカーフをお持ちじゃなければバンダナとかでも OK。 ただコットン地のものよりシルクとか光沢感やツヤ感のあるものの方がベターです。巻き方はね、超簡単にこんな感じでちょちょいと結んで、結び目より先は襟元にしまっちゃいます。あとのアクセサリーはこんな感じ、ボリューム感のあるアクセサリーを散りばめているのと、手元にはターコイズのバングル、結構モリモリにつけています。そしてアウターにはこちらの MA1 を選びました。去年一昨年かな、スピック&スパンで購入したオーバーサイズの MA1 です。カラーはゴールド。さあこれでコーデは完成ですが、このスタイリングのポイント、1、パンツのシルエット、足元でくびれる形を選ぶことによってオーバーサイズのトップスとのバランスをとっています。もともとのパンツ自体がジョガーパンツのように裾絞りのタイプでなくとも、薄手の柔らかなパンツの素材であればショートブーツにインさせるだけでシルエットに変化をつけられます。まるに素材感やカラーの組み合わせ、今回アウターの MA1 や首元に巻いたスカーフで光沢感をプラスしました。そしてカラーは割と多用したスタイリングです。 MA1 のゴールド、首元の泡めにボーダーのホワイトとブルー、パンツやブーツはブラック、そしてアクセサリーはシルバー。こうやって数えただけでもなかなかなカラー数ですが、この組み合わせのバランス適当に合わせているわけではありません。例えば目立つ部分で言えば MA1 がゴールドなのにアクセサリーは全部シルバーなんだ、ゴールドで統一しないの。これね、私もちょっと前までシルバーとゴールド混ぜるなんてありえないって思ってたんです。でもね、これが MA1 に合わせてゴールドのアクセントしてみましょうか。ほら、一気にやりすぎ、一気に暑苦しい温度感になりません？それぞれのカラーや素材同士でお互いの存在感にバランスをつけてあげること、これ本当に大事。これならハイジャンまで来たのって言われないはず。ご視聴中の皆さん、本当に申し訳ない、トラブル発生です。この次はショートパンツとのスタイリングをご紹介していたはずが、冒頭部分だけなぜかデータがない。なんなんだよ本当に、どこ探してもデータがない。ということで一瞬だけです。某裏切りのある CM 形式でお届けします。一瞬で通常通りに戻りますので、このままお付き合いください。さあお次はショートパンツとスタイリングしたパターン、真冬にショートパンツ、しかも膝出しとか、もう無理無理と敬遠される大人世代の方は多いと思いますが、オーバーサイズのスウェットトップスを絶妙なバランス感でコンパクトにまとめてくれるアイテムとして、ミニ丈っていうのはかなり優秀アイテムなのでご紹介させてください。合わせたショートパンツは 2GM クラスで購入したもの、タフタ素材でできているのでギラつきのない程よい光沢感と張り感が特徴。私がしつこいくらいに繰り返しお伝えしている素材感の違い、ここでクリア。もちろん素足でも厳しいので、今回は250デニールのリブタイツと合わせました。靴下屋でゲットした厚手タイツ、250デニールあるからとにかくあったかい。私の苦手なウールじゃなくて綿混素材なので、チクチクもなくめちゃくちゃ履きやすい。もちろんこのタイツを生かして、このままバレーシューズやローファー、パンプスなんかと合わせてもいいんだけど、それだとねちょっとバランスが難しいのよ。そしてふくらはぎとかは出したくないっていう大人世代の方も多いと思うので、ここは今の時期ならロングブーツ合わせがやっぱりおすすめです。ロングブーツでふくらはぎはもちろん、膝もカバーしてあげれば気になるところをしっかりカバーしながら寒さ対策にもなるし、何よりトップスのボリュームの受け皿として抜群のバランス。ショートパンツ、タイツ、ブーツ、すべてブラックを選んだので、パッと見は一続きに見えながらそれぞれの質感の違いを出してのっぺり感を払拭させるために、あえて縦ラインの効いてるリブタイツを選んでいるのもポイントです。上下ここまでシンプルにまとめたら、アウターは実は何でも合わせやすいのもこのコーデのありがたいところで、先ほどのワンピのコーデで着用していたロングのピーコートやライナーデザインのボリュームコート、ブラウン、キャメル系を合わせても OK。 ちなみに今回の
コーデ。インナーには今私がハマっているトップスを合わせています。ちょっとお見せしますね。ユニクロのソフトタッチクルーネクティ、カラーはホワイト、サイズは S サイズで、これねめちゃくちゃお気に入りで、普通に家着としても大活躍だし、インナーとしても使えるのでおすすめです。ほんのり機能感があって、とにかく肌触りがいいコットン 100% の T シャツです。こちらも気になる方はぜひチェックしてみてね。先ほどのコーデとほぼ同じ配色で、パンツ、タイツ、ブーツ、各アイテムのバランスを見ながら合わせるのめんどくさいな、素足出さないにしたってちょっと足の形分かっちゃうのやだな、そんな方は巻下家のロングスカートはいかがでしょう。ただこれこそバランス感には要注意なスタイリング。体型カバーしたくて巻下家を選んだのに、余計にやぼったさを助長させやすいのもこの組み合わせの特徴。まずスカートの選び方、私が選んだのは少しシアー感のあるタフタマキシスカート。しっかりボリューム感はありつつ、重たくなりすぎない適度な軽やかさがあるタイプ。オーバーサイズのスウェットで上半身にしっかりとボリューム感は出ていますので、ボトムスにもボリューム感マックスなものを合わせてかっこよく決まるのは、超人級スタイルを持ったごくごく一部の選ばれし者たちだけ。そう、私は153センチですので、そこを決して忘れてはいけません。かといって諦めなくたっていいはず。重たく引きずるような素材感ではなく、いや冬にこんなん寒いやんってくらい軽やかさのあるものであれば、バランス取りやすいのでおすすめです。そしてさらにここに味付けをするのであれば、私はキャップとスニーカーを選びます。スウェットにキャップにスニーカーなんて、ただの休日カーチャーのスタイルやんって思いますよね。でもそれを合わせられるのも、この光沢感と軽快さのある巻きシスカートのおかげ。このスカート、これがあるだけで全てのバランスを整えてくれるんです。アウターはシンプルなノーカラーコートを合わせれば、カジュアルミックススタイルの完成です。そして同じ巻き下丈のスカートでも、裾に向かってボリュームの出るフレアスカートではなく、タイトシルエットのものを合わせると、もう少し大人の女性らしいスタイリングに仕上がります。選んだのはユアーズの今季のアイテム、ミラノリブスリットニットスカート。カラーはネイビー、サイズは S サイズを着用しています。前後逆にして履くこともできるスカートで、今回はブーツのチラ見せでバランスを取るためにスリットを前にして着用しています。スウェットのインナーには、今季フィフスさんと作らせていただいたウールコンフィンフィンガーホールタートルニット、こちらもカラーはネイビー、サイズは S サイズを着用しています。ブーツは去年からの私の定番になりました、ネムローニのロングブーツ。先ほどのショートパンツのスタイリングの時に履いていたブラックの素材違いカラー違いのブラウンを合わせました。グレーとネイビー、そしてネイビーとブラウンの組み合わせは、どちらも高見えバッチリな配色。そしてスカートのアイラインシルエットも相まって、私たち大人世代がきれいめにカジュアルミックスするのにぴったりなスタイリングです。アクセサリーは今までシルバー系で統一していましたが、今回はゴールド系を合わせ、さらに温度感をアップさせています。ゴールドというより少しいぶした質感の出る真鍮をベースにしたものを合わせることによって、ヴィンテージ感が加わり、トーンを落ち着かせてくれるのでおすすめです。そして同じくニット素材のタイトスカート、こんな感じもありかなと思います。ボトムスをプルミエアロンディスモンで購入したリブスカートにチェンジしました。スウェットもグレーとは質感もカラーの濃淡も違いますが、割とワントーンに近いスタイリングかなと思います。このスカートは先ほどのネイビーのニットスカートよりもしっかりと肉厚で、なおかつネップといって、こうやって糸の節をあえて活かした折りになっているので、しっかりと存在感の出るタイプです。なおかつスリットがフロントではなくバックに入っているので、フロントから見るとあまり抜け感が出ません。そこで活躍してくれるのがまたまたスカート。今回はちょっと鮮やかな風のスカーフにしてみました。今回は縦に垂らしてラインを出したいので、こんな風に首周りに沿わせるだけ。そこで活躍してくれるのがこちらのリング、マライカで購入したナバホ族のリングです。このリングをグググーっとこんな感じではめていくと、ほら出来上がり。リングサイズにもよると思いますが、割としっかり止まってくれるのでおすすめです。ちなみにですね、スカーフリングっていうものがきちんと売っているんですよ。ターコイズのストーンが入ったものとか、パールがついたものとか、とにかくお手頃価格なものからハイブランドのものまで、ググればたくさん出てくると思いますが、こんな風にお手持ちのリングでも代用が効きますので、ぜひお試しを。ぴったりのサイズのものがなければ結び目を作って留めてもいいし、ブローチなんかで留めても OK。 こんな風に首回り、つまり高い位置にしっかりポイントを作ってあげることで視線が上に集まりますので、フロントに抜けポイントを作れない時なんかにはおすすめです。アウターはネイビーのロングコートで、しっかりと縦ラインを強調してあげれば完成。カラーはネイビーじゃなきゃいけないということはありませんが、しっかりとロングだけで
縦長にまとめてくれるアウターを合わせるのがおすすめです。さあ、最後のスタイリングです。12月にユニクロの超大ヒットボトムス、タックワイドパンツの着回し企画をやらせていただいたんですが、その時にご紹介したタックワイドパンツは新作じゃなかったんですね。リクエストで新作のタックが2本入ったタイプと比較をしてほしいというお声をいただいていたんですが、新作の中からこの1色だけ追加で購入してみました。カラーはクリーン、サイズは S サイズを選びました。5センチほど丈詰めをして153センチの私が履いて、このぐらいの丈感に調整しています。以前の品番のタックワイドパンツとは素材も若干違いがあって、この新作の方が少し硬いまではいかないんだけど、張り感、シャリッと感が強くなったかなという印象です。生地感だけで言うと、以前着回し企画でご紹介したタック一方のタイプの方が好み。とはいえこのカラーはこちらのタイプで初めて出たものなので購入してみました。あとはね、やっぱりタックが2本になったことで若干腰回りのサイズ感がアップしてるように感じまして、特に私はヒップ周りが薄っぺらい人なので、この辺のサイズ感も以前のタック1本の方が好みなんですが、これはもうお好みの問題だと思います。このパンツだけで比較動画出すほどじゃないかなというのが個人的感想。ご理解いただけると幸いでございます。ということで今回のスウェット着回しでは濃色カラーとの組み合わせが多かったんです。こんな感じでホワイト系のカラーと合わせて淡めのカラーでまとめるのも大人世代にはおすすめのコーデです。スウェットのインナーにはまたまた登場、ユニクロのソフトタッチクルーネックティーを挟んでいます。タックワイドパンツもスウェットトップスもボディラインを拾わないゆったりシルエットの合わせなので、小柄さんにはちょっと難しいバランス感ではあります。今回はポイントにロングタイプのパールネックレスを合わせたいと思います。このパールネックレスはね、特にどこのブランドのものとかではなく、そんな高価なものではないんですが、何年も愛用してきているものです。110センチ、130センチぐらいあるのかな。これを二重にして縦長につけるのがポイント。上下とも横に広がって見えがちなスタイリングなので、必ず縦ラインを強調してくれるアイテムでバランスを取るのが重要です。もちろん先ほどのスカーフをこのコーデに合わせても OK です。あとは難しいのが足元ですよね。ローファーにする、スニーカー、パンプス、今回はソックスにサンダルでいきたいと思います。真冬にサンダルとか無理なんですけど、でご意見必ずいただくんですけどね、毎回。私は好きなので懲りずに行かせていただきます。ショートブーツを合わせたりする場合には、重ためのカラーじゃなくて薄めのベージュ系カラーとか、少し軽さの出るカラーの方がバランスが取りやすいかもしれません。ボトムスのホワイト系カラーでせっかく軽さを出していますので、アウターはショート丈のコートでボトムスを覆わないバランスがベスト。こちらは今季トゥモローランドで購入したプールカシミアダブルフェイスピーコート、カラーはネイビー、サイズはフリーサイズです。本当にドシンプルな組み合わせすぎて、最後の締めに持ってくるにはどうなのと思いましたが、ユニクロのタックワイドパンツは今っぽいゆるっとシルエットなど、生地の落ち感や細かいディテールが綺麗に見せてくれる優秀ボトムスなので、デニムをこのパンツにチェンジするだけで家着からお出かけ着に昇華させてくれますよ。ということで今回は GU で購入したこちらのヘビーウェイトビッグスウェットプルオーバーを使った着回しコーデをご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。オープニングでもお話ししましたが、スウェットトップスってカジュアル、家着感が出てしまうアイテムなので、年齢を重ねていくうちにどこかのタイミングで、なんか急に似合わなくなった、違和感を感じるアイテムの代表選手だと個人的には感じています。でもやっぱりニットの毛羽立ちが気になるとか、洗濯に手間がかかるとか、そのあたりを気にしないで普段着としてガシガシと着られるのがスウェットのいいところだし、肩肘張らない、でも若い頃とはちょっと違う、大人ならではの着こなしができればアラフォー以上でもかっこよく着こなせちゃうアイテムだと思うので、少しでも皆さんの参考になっていたら嬉しいです。何よりさ、1990円でこのクオリティのスウェットが手に入る GU の凄さよね。まずはこの価格ならチャレンジとして取り入れやすいし、これでも買ってくらいお出かけ着として着倒したら、あとは家着としての余生を過ごしていただければいいだけ。コスパ完璧。それではいつも最後まで見てくれてありがとう。今日も明日も元気にいってらっしゃい。南の風がお送りしました。またね。